とにかくこの、俺の罪悪パン、まあ韓国トレンドということもあるし、非常に人気のウルフさんというインスタグラマーの影響力もあるし、ギルティーフード、それから草フード、この4つの、ポイントが満たされて大ヒットして、もうずっと30分前から行列という状況になっているということでした。どうも、マーケティングアナリストの原田洋平です。今日は、なんとものすごい今大行列のパンをご紹介します。はい、今日ご紹介するのは、俺の罪悪パンということで、俺のなんてイタリアンとか俺のフレンチとかその俺の、シリーズの、罪悪パンというものなんですけど、ここになんか狼さんのマークがついてるんですけど、これ俺のウルフってなってて、今インスタグラムですごく有名なフォロワー20万人ぐらいいるウルフなんちゃらさんっていう、結構辛口の、食べ物ブロガーの方とのこの俺ののグループのコラボ商品だそうです。で、なのでこの狼のマークがついてますと。で、この俺の罪悪パン、なぜ罪悪なのかという話なんですが、まずですね、これ値段は420円です。今日ちょっと6個買ったんですけどね。で、今日ですね、銀座に、期間限定で5月31日までらしいんですけど、毎日11時と1時に売り出すらしいんですが、まあ、大体30分前ぐらいから人が並んで、1時間ぐらいではもう完売、毎日してるみたいです。すごく話題になってます。で、今日はですね、僕は日曜日だったんですが、1時なんで、1時からのやつなんですけど、30分前に来た方がいいとお電話して聞いたら言われたんで、12時半に並びました。そしたらなんとですね、ほぼ先頭になってしまいまして、ちょっとこう、なんかあいつ気が入ってるなみたいな目で周りで見られながら、買いました。まあ、全部で6個買ったんですけど、それちょっと食べてみたいと思います。じゃあちょっと開けて、あ、これは口が臭くなりそうだな。うわ、うわうわ、すごいな。ちょっとこれ買ってから少し時間経ってるんですが、匂いが、っていうかもうさ、これを運んできた時点で車がもう、ニンニク臭い。かつてないでしょ。二郎に、ちょっとふざけて大量にニンニク入れた後の車よりも臭かったでしょ。ですごい。で、こんな感じです。こんな感じです。うわ、ベトベト。うわ、ベトベト。すごい。これ本当にベトベト。うわ、すごい。どれだけもうクリームチーズと、ガーリックがすごい香る。すごい。うわ。ほんで、うわ、こんな感じです。うわ、落ちた。それぐらいもう、この落ちるぐらいクリームすごいっす。すっごい。この部屋かわいそう。ずっと当分にんにく臭いだろうな。ね、こんななってます。生クリームチーズとにんにくもすごいですよ。ちょっといただいてみます。なるね。おいしい。うん。絶対太る。あー、でもそれニンニク入れりゃ美味しくなるよな。うん、うんうんうん。まあね、悔しいけど美味しいですね、うん、はい。じゃあ今日のまとめです。なんでこの俺の罪悪パンというのが、若い人たちの間で行列になるぐらい流行ってるのかっていうのを説明します。大きく2つ理由があります。まず1つがやっぱりコロナです。原因はやっぱりコロナ禍なので、なかなかみんな外食できなくて、まあ、こういうものをね買って、まあ、家でちょっとこう満足しても、まあ、罪悪感が持ちにくいというところがね、まあ、たまにはいいだろうと、ね、普段こう結構飲む頻度とか多かったら、まあ、そういうの、抱きにくくなるんですが、まあ、逆に言うとコロナ禍での唯一の喜び的なものになっているというふうにも言えるかもしれません。あとはですね、やっぱまあコロナつながりですが、マスクしてるんで、今ニンニクの消費量がすごく伸びてるんですよね。餃子とかニンニクとか。でこれもね、ほんとね、車が臭くなるぐらいですね。ほんとにすごい匂いです。もう草フードブームと言っていいんじゃないですかね、このコロナ禍はね。ニンニクの消費量も伸びてる。その草フードであることというのが理由の一つ目です。
で2つ目の理由が、ギルティーフードということでですね、まあ、これはコロナ禍だからちょっと、ギルティーって罪ですけど、罪意識のある食べ物を食べてもいいよっていうところもあるんですが、コロナ前からですね、インスタにちょっとこうおしゃれなものをこう載せてみたいなものよりも割とですね、このギルティーフードっていうのが流行ってるんです。例えば他の例を挙げると、台湾ジーパイツででっかい唐揚げがですねすごい流行ってたりね、したりとかですね、あとフルーツいっぱい、生クリームいっぱいのフルーツサンドが若い人たちの間で流行ってたり、あとですねイタリアのマリトッツォというものが、流行っていたりですね、割とですね今の若い女の子たちの間でギルティーフード、もう見たらもう、あ、これ太っちゃう、して痩せるために運動しなきゃみたいなものが今すごい来てるんです。逆にインスタにこうなんかこう女子らしいもの載せるよりもそっち載せてた方が逆に好感度も垂れるとかですね、そういう理由もありますし、あるいはこんな食べてでも私そんな太ってないでしょみたいな、ちょっとこう間接的な PR みたいな要素っていうのも使え、そういう要素にも使えるということもあるようなんですが、とにかくこの、俺の罪悪感、韓国トレンドということもあるし、非常に人気のウルフさんというインスタグラマーの影響力もあるし、ギルティーフード、それから草フード、この4つの、ポイントが満たされて大ヒットして、もうずっと30分前から行列という状況になっているということでした。以上、今日のまとめでした。あー、草。